白坂慎太郎です。このチャンネルは株式投資の中級者以上の方が資産を複利で増やし続けていけるように投資判断に役立つ企業分析を分かりやすく共有している番組です。今回のテーマです。今回は北の達人ですね、株価予想ということでやっていきたいと思います。はい、これまでの株価推移ですけれども、まあ、上場して最初の3年半ぐらいで、まあ、株価が急上昇して、まあ、その後はですね、まあ、横ばいから下落傾向というふうになっています。はい、これまでの経緯ということですけれども、まあ、会社が設立されたのが2002年ということで、今から約19年前ということですね。で、まあ、最初にですね、札幌に上場して、その後東証に上場しているという形になりますけれども、まあ、東証に上場したのが2014年、今から7年前ということです。今の発行済み株式総数で考えると、まあ、修正株価として35円の価値だったということですね。でまあ、上場来高値は2018年4月2日で684円ということです。はい、で、まあ、現在は21年10月27日で416円ということなので、まあ、最初上場して3年半で、まあ、19.5 倍になった後に、まあ、約4割下落して、まあ、現在に至るという感じです。はい。で、まあ、今回はですね、10月27日15時の終値、ね、416円で考えていきたいと思います。はい。では、株価予想ということで、まず短期ですね、直近1ヶ月から考えていきたいと思います。はい。まあ、約2.5ヶ月、まあ、2ヶ月半ですね、まあ、下落が続いているということで、まあ、正直まだ下げ止まっているという感じではないということです。はい。よってですね、まあ、今後も下落が続く可能性が高いというふうに思っています。はい。では、長期ではどうなのかということで、まあ、長期を考える上でですね、まあ、改めて北の達人についての学びを深めていきたいと思います。はい、北の達人コーポレーションということで、特色、化粧品や健康食品のネット通販、小じわ対策のヒアルロン酸化粧品や目元クリームが主力商品ということで、まあ、端的に言えばネット通販の会社ということですよね。まあ、化粧品だけではなくて、健康食品とか、まあ、その他雑貨に近いものですよね。まあ、日用品に近いものも、まあ、ネットで売ってるということです。はい、ということで、まあ、ネット通販ということで、まあ、一番、中心は、まあ、化粧品関係ということですね。まあ、ただかなり、たくさんの、まあ、商品ブランドを、まあ、展開しているということになります。はい、まあ、時価総額に関してはこの動画を撮っている時点で588億の企業ですということですね。で、 PER プライスアーニングレーシオ、株価収益率ですね、分子が株価、分母が1株当たりの当期純利益ということで、まあ、1株当たりの当期純利益の何倍の株価になっているかということで、まあ、45.8 倍という株価になっていますということですね。まあ、目安 16.6 と考えると約 2.9 倍、まあ、割高という言い方もできますし、まあ、株式市場が期待しているという言い方もできると思います。はい、で、 PBR ですね、プライスブックバリューレーシオということで、株価純資産倍率ですね、分子が株価、分母が1株当たりの純資産ということで、まあ、1株当たりの純資産の何倍の株価の価値になっているかということで、まあ、目安 1.25 と考えると、まあ、約 8.9 倍ということですよね。なので、まあ、北の達人が持っている純資産に対して、まあ、11.1 倍の株価がついているということですね。まあ、割高という言い方方もできますし、まあ、それだけ一株に価値を見出してもらっているという言い方もできると思います。はい、それから営業利益率ですね、こちらが 21.9% ということで、まあ、10% を基準にすると、まあ、約 2.19 倍ということなので、まあ、利益率は高い企業ということです。はい、それから生産性ですね、従業員1人当たりの営業利益ということで、まあ、1354万円ということですね。はい、目安300万円って考えた場合は、まあ、約 4.5 倍生産性が高いということですね。はい、それから ROE、リターンオンイクイティ、自己資本利益率ですね、分子が当期純利益、分母が自己資本、または純資産ということで、まあ、企業が自分のお金ですね、自己資本、もしくは株主から預かっている株主資本を、まあ、どれぐらい上手に使って、まあ、当期純利益を稼いでいるかというお金の使い方、資金の効率性の指標ということになります。こちらの方が、まあ、北の達人は 26.7% ということで、まあ、
仮に 15% を基準に考えたならば、まあ、約 1.8 倍資金効率がいい、まあ、お金の使い方がまあ上手だというまあ数値指標になります。はい、ということで、まあ、営業利益率とか、従業員1人当たりの営業利益、生産性、もしくは ROE ですね、自己資本利益率など、まあ、主要指標が軒並み高い、北の達人ということで、まあ、では PER ですね、株価収益率 45.8 倍っていうのはまあ妥当なのかということを考えていきたいんですけれども、まあ、結論から言えばまあ割高だというふうに考えています。で、理由としては、まあ、21年2月期にまさかの減収減益ということですね。まあ、これは過去の実績なんですけれども、この過去の実績から今後がどうなるかっていうふうに考えたときに、この、まあ、減収減益っていうのは、まあ、今後を考える上でかなり本質的な問題を浮かび上がらせたというふうに、まあ、分析しているということですね。まあ、実際その過去の実績っていうのは、まあね、株式市場はもう全部、もちろん情報としては知ってるわけですから、まあ、この情報っていうのは株価に織り込まれているというふうに考えるのが自然なんですけれども、ただなぜ減収減益だったのか、この、ね、単なる1年間のまあ偶然だったのか、それともこれは本質的な課題っていうのをまあ浮かび上がらせたのかっていうのを考えたときに、まあ、今後を考えるものすごく大きなまあ起点だったというふうに考えています。はい、2021年2月期っていうのは、まあ、1年間の期間で言えば2020年3月から2021年2月というこの1年間ということですよね。で、2020年3月、4月、5月、まあ、特に1回目の緊急事態宣言っていうのが4月7日から5月25日までの1ヶ月半だったわけで、その期間が、まあ、この2021年2月期ということになります。まあ、つまりコロナでのですね、まあ、巣ごもり需要というネット通販には、まあ、絶好の追い風が吹いていた1年間ということですね。北の達人はネット通販の企業ですと。で、この1年間に関してはですね、巣ごもり需要というネット通販には絶好の追い風が吹いていたと。それで、まあ、減収減益だったということなんですよね。で、ネット通販市場ですよね、もう日本全体のネット通販市場はこの1年間ですよね、要するにこう、2020年の1年間っていうのは、まあ、プラス 21.7% という1年だったということですよね。前年対比で、全体としてはプラス 21.7 ですね。で、まあ、北の達人が対象にしている例えば上から4番の化粧品、医薬品に関しては昨年対比プラス 17.79、 そしてその下も関係してくると思いますけれども、生活雑貨ですね、これはプラス 22.35 ということで、かなり市況が良かったんですよね。で、要するに今までだったらリアルで買ってたのに、この1年に関しては新しくネットで買うという人がまあすごく増えた1年だったということです。はい、なので、まあ、ネット通販に関しては、まあ、市況は最高だったわけですよね。で、その年に北の達人は減収減益だったということは、まあ、競合他社に比べて新規顧客から選ばれなかったということになるわけです。はい、で、なぜ選ばれなかったのかっていうのをまあ考えていくことが大事で、これが単なる1年だけのまあ偶然のまあ減収減益だったのか、今後の、ね、業績を予測するのに本質的な課題っていうのを持ってるのかっていうことを考えていくことが大事だと思うんですけど、この結果っていうのは実はかなり重たいというふうに分析しています。はい、北の達人は今まで市場規模10億から20億というニッチ商品をたくさん売ってきたということですね。なので結局大手がやらないということです。大手は100億以下の規模の商品っていうのはやらないんですよね。もうシェア 100% 取ったとしても100億しか売れない、売上が100億にしかならないっていうのは大手はやらないわけです。やっぱりこう1商品1000億とかっていうことしかやっぱりやらないということが起きてくる来るんですよね。なのでその100億以下は大手はやらないって考えた時に、そのさらに一桁下の10億から20億、シェア 100% だったら10億から20億っていう、そういうニッチ商品を一個一個開発して、ね、作ってっていうか、作るのは実際外注先が作りますけれども、売るということをやってきたということです。はい、ではなので、ニッチ商品をたくさんということで、こう日本全国でこうすごく、ね、知名度の高い、ね、なんかすごくこう北の達人を代表するような商品っていうのは正直ないんですよね。
もう日本全国、例えば北海道から沖縄を見たときに、いや、あ、その商品知ってますとい こう全国的にすごく知名度の高い北の達人といえばっていうような、まあ、そういう強力ブランド商品っていうのは、まあ、ないということですよね。あくまでもニッチ、という、商品をたくさん作ってきたということです。はい、でニッチ戦略っていうのは大手との競争そのものを避ける戦略なんですね。これだけ市場が小さければ大手はそもそもやらないよねという、そういう市場を見つけてやるということです。だから大手と戦う、大手との競争を避けるっていう、まあ、戦うか逃げるかっていうならば、まあ、逃げるっていう戦略が、まあ、ニッチ戦略という、戦い方なんですよね。で市場規模が小さいために大手がやらないような商品をやるということです。だからはっきり言って、まあ、そのほとんどですね、まあ、そのパーセントとか割合で見たら、まあ、そこで、ね、悩んでる人は少ないと。だからまあ化粧品っていうのをですね、まあ、実際買うと言った時に、すごくその、ね、悩みで、まあ、一般大衆の多くの人たちが悩んでるものではない、もしくはもうその一般大衆の人たちが悩んでることに関してはすでにまあ、ね、既存の商品で何らか、まあ顧客はもうすでに満足してしまっていると。で今までの商品でまだ解決されてない、だそして、まあ、パーセントとか人数で考えたらかなり、まあ、少ない人たちなんだけど、その少ない人たちにとってはかなり深い悩みっていうのを解決するっていうのが、まあ、ニッチ戦略なんですよね。でもう一回繰り返すと、まあ、人数はまず少ないですと、対象はそれで、悩んでる人は少ないですと、まあ、一般大衆の人たちが、ね、もうすでに使っているような商品で、まあね、解決されてない、あるすごくごく少数の人たちにとっての悩み、でもその少数の人たちにとってはかなり深い悩み、その悩みっていうのを解決するための商品っていうのを提供するっていうのがニッチ戦略です。で、まあ、結局、まあ、大きく分けて2択ですよね。大手と戦うのか、それとも大手との戦いを避けるのかって言った時に、まあ、ニッチ戦略っていうのはもう避けるっていうのを選ぶということですよね。まあ、なので100億以下っていうのは基本的には大手はやらないと、ね、でも北の達人はそれよりさらに1桁小さい10億から20億ですよね。シェア 100% 取ることができたとしても10億から20億ぐらいの商品っていうのを、まあ、今までたくさんこう作り続けてきたということです。はい。で、まあ、ニッチ戦略のメリットなんですけれども、まあ、これは競争が少ないので、まあ、利益率が高くなるということですよね。やっぱりこうお金とか経済ってどこまで行っても需要と供給です。もうどこまで行っても需要と供給なので、なので、まあ、需要は小さいんですよ、ニッチっていうのは。ね、もう本当にごく一部の人たちしか、まあ、悩んでないものなので、だから基本的には市場は小さいですよね。だから需要は小さいんです。需要は小さいんですけど、供給はもっと小さいということですよね。需要は小さいんだけど、その、小さい需要より供給はもっと小さいと、下手すると、まあね、自社しかやってないとか、っていうのを、まあ、狙うということです。そうすると、まあ、需要に対して供給がもっと小さいということになると、まあ、結果的には高単価になりやすいということで、まあ、すごく限られた人たちにとっては、まあ、深い悩みを解決できるというのであれば、まあ、その少ない供給からですね、まあ、商品を買うということで、まあ、結果的には利益率が高くなりやすい、まあ、これがメリットということになります。はい。で、デメリットとしては、まあ、やっぱ大衆層には売れないので、まあ、売上の条件が限られるということですよね。だそれはすごく少数の人にとっては深い悩みかもしれないけれども、しかし多くの人たちはそこまで悩んでないということになると、まあ、シェア 100% 取ったとして売上10億から20億なので、まあ、それが100億1000億っていうふうにはなっていかないということになるわけですね。でも今までずっとニッチ商品をたくさん提供し続けていたので、まあ、いざネット通販市場にまあ大きな追い風が吹いたと。今まではまあ、ね、化粧品っていうのをネットで買わなかった。だけどコロナだったんで、まあ、外出ができなかったんで、まあ、自宅で買うという、まあ、新規顧客っていうのが、まあ日本全体ではですね、まあ、あのすごく増えた、まあ、17% 以上化粧品で考えても、まあ、増えたわけですけれども、まあ、その市場全体に大きな追い風が吹いたとしても、まあ、結局北の達人の商品っていうのは、まあ、大衆層には選ばれなかったということですよね。まあ、それだけまあ認知が弱かったとか、まあ、もしくは商品ブランドが弱かったということになるわけです、ね、やっぱりこうじゃあ何を買おうかな、どこで買おうかなって言った時に、まあ、追い風が吹いた時に選ばれなかったっていうことであれば、まあ、それはすなわち、まあ、全国的にはブランドが弱かったということになるわけです。
はい。で、まあ、市況最高の時に、まあ、減収減益っていうのは、まあ、経営陣は相当危機感を持つべき事態、ということになります。これは相当やばいということですよね。まあ、全体がいいのに、自社が悪いってことは、競合に対して、まあ、自社は選ばれなかったということですから、これは相当危機感を持つべき事態なんですよね。では、まあ、経営陣はどのように分析しているのかと、まあ、実際これはね、上場企業であり公開企業ですから、まあ、この業績っていうのは当然まあね、発表しているわけで、じゃあ なぜ減収減益になったのかっていうのを、まあ、経営陣はどのように分析しているのかっていうことなんですけども、まあ、この1年はまあ現場の強化期間だったからというような、まあ、そういう説明になってるんですよね。はい、課題を解決するとともに中長期的成長を睨んだ内部組織体制の整備機関としてリソースを割いたためということで、じゃあこの1年何をやってたかっていうと、まあ、ウェブマーケティング部の強化、それから商品開発部門の強化、まあ、それに経営資源を割いていたから、だからまあ減収減益だったというような説明になっています。これも明らかにおかしいと思います。はい、本質的な原因っていうのはニッチ戦略ですよね。で、戦略っていうのは、まあ、結局会社の方向性を決める、大手と戦うのか、それとも大手との戦いを避けるのかっていう、こう戦略ですよね。会社の方向性を決める経営陣の戦略レベルの話です。まあ、ブランドが弱いっていうのは、ね、結局その、ね、ブランド戦略っていうことになるわけですよね。だからその会社の方向性を決める戦略レベルの話であって、まあ、見直すべき戦略を見直さずに、まあ、現場の戦術ですよね、もしくは戦闘ですよね。だマーケティング部門とか商品開発部門とか、もしくはそのね、現場の人たちの、まあね、実力を上げる、そのためにっていうような、まあ、そういった、まあね、戦略 見直さずに、戦術や戦闘を強化しても、まあ、本質的な経営課題っていうのは、まあ、絶対解決しないということです。もう、戦略レベルの、まあね、失敗っていうのは戦術戦闘レベルでは、まあ、挽回できないんですよね。はい、にもかかわらず経営陣、じゃあね、現場を強化してましたと、マーケティング部門を強化してましたと、商品開発部門を強化してましたと、現場を強化してたんで、まあね、減収減益だったというような説明だったんですけれども、じゃあ経営陣は何してたんだということでいけば、まず取締役の人数をこれから増やしていきますということを言ってるわけですね。まあ、2020年2月時点で、まあ、4名ですと、それを6名にして、ね、今後9名にしていきますというようなことをまず発表しているということです。で、これはもう明らかに今後の成長っていう意味ではもう明らかにネガティブです。安定させるっていうんだったらプラスかもしれませんけど、PR45倍ってことはかなり成長していかないとこう、ね、数字の辻褄が合わないんで、だから PR45倍ってことは株式市場が今の当期純利益から考えても今後まだかなり成長していくっていう期待が織り込まれている数値になるわけですよね。ってなった時に安定か成長かって言った時に、もし成長って言うんだったらもうこの取締役会の人数を増やすっていうのは明らかにマイナスです。取締役会の人数を増やせば増やすだけ成長率は落ちます。もう確実に落ちます。安定感は増すかもしれませんけども、成長率は落ちます。これは別に取締役会の人数に限らないということですよね。組織の人数が増えるっていうのはそれだけ安定志向になっていくんですよね。だから取締役会の人数が増えればなんかね、いろんな経歴の人たちが取締役に入ってて、なんか取締役が充実するように、まあ、外見上は見えますけど、実際は形骸化していきます。実際はどんどん形式化していくということですよね。人っていうのは人数が増えれば責任が分散して結局ね、無責任になっていくんですよね。誰も責任を取らなくなってくるということになります。これ少数になればなるだけ、まあ、極論ですけど、ね、取締役会っていうのが人数が少なければ少ないだけ一人一人っていうのが責任が明確になるんで、逆にちゃんとやるんですよね。本当に議決機関としての機能っていうのを果たすということが起きるんですけど、人数が増えれば増えるだけ、まあ、結局、まあね、意見まとまらないですから、ね、例えば2人とか3人だったらなんとか議論になったかもしれないですけど、それが5人になり8人になり9人になりというふうになった時に、もしそれぞれ考え方価値観が違う人たちが9人で本当にね、意見を、話し合ったら、まあ、まとまらないですよね。まとまらないから結局もうね、形だ
けになっていくわけですよ、どんどん。だからまあ形式的になっていくんですね。だから取締役会の人数が増えれば増えるだけ取締役会が形式化していくので、だからまあ結果的には成長率が落ちるということです。逆に過去にやってたことをもうただ変えないでそのまま続けていくということであれば、取締役会の人数を増やすともうね、いい意味で余計なね意思決定を、新しい意思決定しなくなるんで、まあ会社は安定はしやすいんですけど、まあ、北の達人の PR45 倍っていうのは成長しないと数字の通じ妻が合わないんで、これはもう明らかにマイナスです。はい、それから家電の会社を買収ということですよね。北の達人はですね、ブランドが弱いんですよ。だから北の達人といえばって言った時に、日本全国でこれっていうね商品名がまあないんですよね、競合他社に比べて。だから 何の会社なんだろうみたいな、ね、ネット通販の会社で、まあ、ネット通販でいろんなね商品売ってるよねと、化粧品売っていたりですね、まあ、もしくはそのね日用品を売っていたりみたいな感じで、まあ、はっきり言ってこう曖昧になってるからブランドが弱いわけですよね。ブランドが弱い状態でさらに今度は家電の会社を買ってるわけですよ。だからますますわけが分かんなくなってくるということですよね。でそしてラジオの会社を買収ということで、ね、これどういう意味なんだっていうことなんですけど、まずラジオって成長産業じゃないですよね、明らかに、ね、ラジオどころかテレビでさえ、まあ、はっきり言って株式市場からは全然ね、まあ、はっきり言って高い評価っていうのはどの企業も受けることができてない、まあ、それははっきり言ってテレビっていうのは、まあ、これから成長していく、まあ、そういった産業ではないっていうふうな、まあ、少なくても株式市場の判断ですよね。まあ、テレビでさえ最大メディアであるテレビでさえ厳しいところで、まあ、ラジオの会社を買収しましたと、いうことですよね。でさっきの家電の会社と今度の ラジオの会社っていうのを、まあ、結局純資産の価値よりも3億円以上高く、実際買ってるということで、まあのれんを計上していたりしますけれど もうなんかねもう明らかに経営陣の意思決定っていうのがおかしくなってきてるということですよね。ますますよく分かんなくなりますよね、北の達人って何の会社なのかみたいな。なので結果はですね、まあ、当然経費が増えますよね。取締役会の人数増やします、で子会社が増えます、経費増えますよね。だから2年連続での減益予測ということで、まあ、去年はコロナの追い風、巣ごもり需要の追い風があって減益で、今度の1年に関してはさらにまた減益という予測になっているということですよね。これすごくシンプルに考えて単純な算数で考えたら当たり前のことが起きているわけですよ。取締役会の人数増やします、子会社増やします、経費増えますよね。だから利益減るわけですよ。で 企業価値っていうのは利益で考えるわけなので、北の達人っていう会社がこれからどれぐらいの、ね、利益っていうのを出すのかっていうのがすなわち企業価値なわけですよね。で2年連続減益していればそれは当然企業価値は下がるわけですよね。当然そうね、利益が成長していくっていうのを織り込んだ株価になってるのに、逆に利益が減っていってるわけですから、もうこれは明らかにおかしい状態になってるということです。はい、なので、まあ、北の達人の成長率ですね、のピークっていうのはもうすでに過ぎているというふうに、言えると思います。まあ、2019年がピークだったと、で2021ということで、まあ、2年連続下がってきているということですね。はい、でまあ、過去の業績は、まあ、株式市場はすでに株価に織り込まれているというのが、まあ、考えるのが王道ではあります。だから、まあ、今までの実績っていうのはもうすでに株価に入っているというふうに考えるのが普通は王道なんですね。なんですけれども、まあ、しかし北の達人に関しては、まあ、株式市場がまだ期待をしているからか、まあ、PR 株価収益率は依然 45.8 倍ということで、まあ、高いんですよね。でもし、その期待という感情を排除して、まあ、論理という冷徹な視点だけで、まあ、北の達人を見たならばということでいけば、まあ、PR45.8 倍っていうのは、まあ、明らかに割高だという、言わざるを得ないということです。はい、故に、まあ、企業価値相当まで株価の下落が続く可能性が高いということですね。企業価値っていうのは北の達人がこれからどれぐらい営業利益を出すのか、っていうのの、まあ、合計金額なんですよね、一言で
ていうと、で2年連続減益で、しかもその本質的な課題っていうのが全くこうね、まあ、見えてないのか解決しようとしてないのかよくわからないんですけれども、まあ、はっきり言ってもね、その表面上ではないわけですよ。この2年連続減益っていうのは明らかに経営陣の意思決定がおかしいんですよね。だから今後もですね、結局まあ減益とか、まあ、はっきり言って企業があまりこうね、今までのように高成長っていうのはもうほとんど期待できない状態になっているので、だからまあ企業価値相当まで株価っていうのはまあ下落していく可能性が高いというふうに分析します。はい、以上株価予想をまとめると、まあ、短期は下落傾向ですということで、まあ、下落が続く可能性が高いということですね。で長期に関してはもうはっきり言ってピークは過ぎているというふうに思います。まあ、2019年がピークだったということですね。でなので、まあ、下落していく可能性が高いと、ゆえに短期的には下落、長期的にも下落というふうに予想したいと思います。はい、ということで今回のテーマは北の達人株価予想ということで、まあ、416円の株価がですね、まあ、317円というのを今回の予想にしたいと思います。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をお願いいたします。4大特典をプレゼント中です。説明欄からのメルマガ登録にてお受け取りください。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。